SNS 版動画ランキングトップ10。岩井さんの小ネタ、はい、聞いていただけますか。はい、岩井さんは女の子を見ただけでいろいろわかるんですよ。これ配信していいかな、これ一応聞き見たいな。 SNS 版の数字のために大変申し訳ございません。もう稲葉のために人肌脱ぐか女性って生き方がいろいろありますよね。外で行く、中で行く、子宮で行く、脳で行く。最初に言った2つが本人が体験があるかどうかを顔見た瞬間に僕当てるんですよ。そんなことありますと思うでしょ。そう、コソコソ話で当たってるかどうか。長っ。思ったより長いな。あー、でも当たってます。ほら本当かよ。いやいや、タキちゃんどうしたいのって。これじゃあただの親父の下ネタに乗ってる女じゃん。いいの、いいの、そっちの層を取りたいの。いいの、これで終わったらただの面白い下ネタ最高で終わっちゃうよ。あのグラビアもちょっとやってて、リリ姫っていう、あのこれは自分で、作ってリスナーさんに買ってもらいました。これ一冊9,800円で。マジか。いや、そんな避けないでください。今ね、こういうの割と簡単に作れるもんね、お金をかければね。露出度高すぎて最初断られたりして。そうなんだ。岩井さん、イエローキャンプライバー部門作りましょうよ。いいページを選んでます。はい、体知る。やばいっすよこれ。おお、ちょっと女性はちょっと気まずいですちょっと前かがみなんだ。大学をですね、半年ぐらいでを理由に中退してしまって、でその後に声優を目指したんですけど、そこでも同じクラスのと出会ってしまって、もう夢よりを選んでしまって諦めて。男をって呼んでるんですか。そうなんです。わかりました。ちなみにどんな好きなんですか。言っていいんですかそれ。はい、くびれがあるのが好きです。これ岩井さん解説してもらっていいですか。ですね、はい、あのまあ、いわゆるカリ首というのがこういうのが好き。僕の当てはまらないです。僕ね、あのストレート型ですか。ストレートじゃなくて、あの、はい、根元なんですよ。あ、富士山型ですね。はい、こういう感じなんですよ。はい、なので奥に入れば入るほどいいって言われる。なるほど。何言わせんねん。さあ、怖いおっさんですよ。もう誰がおっさんやん。いや、おっさんやんか。いや、おっさんじゃないですよ。測りますね。これいつも林さんにいじられるやつですね。出た何ですかそれ。濃度計です。出た。濃度18、塩分 1.58、 バッチリです。バッチリ。あ、バッチリなんだ。うん、おトロトロ。これ出汁カレーなんですか。そうなんですよ。カツオと昆布の出汁で炊いてますね。まあでもほんまにちゃんと出汁感も感じながらカレーのスパイスの香りも感じるんで合格です。オーケー。南関突破。とりあえず南関突破。はい、どうせまた普通のカレーなんでしょ。ほんないただきます。出汁だね。カレーじゃないね。美味しい、うん、すごく美味しい出汁を飲んでる感じ。そう、なんかカレーっぽくない感じ、うん、カレーっぽくない、うん、だしです。カレーじゃないです。盗撮犯を撲滅掲げてまして、警察、弁護士、裁判所、裁判官、検事、この辺含めてそういう連中じゃ解決できないことに手を出してるっていう方が強くて、だから正直逮捕解決とあんま思ってないんですよ。はい、すごい頼もしいし つるんでメリットあると思うんですけど、はい、彼自身が逮捕されたらちょっと心配だなっていう。でもしょうがないです。もう覚悟の上で全部やってます。あ、そうなんだ、はい、お頼もしいね。手段として YouTube に上げてる理由って何かあるんですか。あ、やっぱり誰でも見れるじゃないですか YouTube って、うん、面白いと思ってやってるのか、本当撲滅を目指してやってるってことなんですか。面白いって言うとまたちょっと
いろんな比喩があると思うんですけど、広まっていくっていうのがやっぱり僕の中で一番必要だと思っていて、うん、そもそも YouTube なんでやってんですかって質問自体がちょっとナンセンスなんですよ主催者。いやいや、なんかわざわざその逮捕してる場面を YouTube で上げる必要ってあるのかなって思って、うん、収益なんじゃないですか。収益はもちろんいただいてますよ、うん、はい、うん、でも収益っていうのはそのいわゆるお金持ちになりたいとか、うん、そういう意味ではなくて、まあ普通に働いてたらじゃあ生活費って絶対にかかってくるものであって、うん、そこをまあ収益に補えればいいかな。まともかよそうなんですよ。最終学歴は大分刑務所となります。あと一応ビジネスを自分でやっていて元犯罪者となります。プログラミングを始めたんですが、それが成功してその後、まあ、いろいろあって漫画村っていうサイトを作って捕まることになってしまって、で大分刑務所を卒業して今こうやってまた戻ってきてビジネスを始めようと思ってるところです。私漫画読まないんでよくわかんないですけど、漫画村事件っていうのは漫画を勝手に転載して捕まったってことですか？そうです。日本中みんな見てるって状況になっちゃって、あいつを潰せみたいな形で政府に言われちゃって潰れました。でまた漫画村を作るんですか？はい。反省してないですよ。どういうこと？推しのローミーさんは才能あるし金稼ぐのうまいけど、やっぱり今言ったみたいに世の中的にダークに見られてブラックに見られてる部分があって、そこ変えてかなきゃいけないけど無理だよね。反省してないし変わらなそうですもんね。そうそう東海学園高等学校ただいま34歳、今はスケートボードのお店を2店舗経営しております。違うよあのね、経営なんだから、はい、すいません、すいません、ちょっと緊張しちゃって、はい、マジですいません、落ち着け、その時間、はい、マジですいません、はい、東海学園在住、卒業して、なんで、なんで在住なの？在住じゃない、すいません、ちょっともうほっとすいません、間違えました、ごめんなさい。いやすいません、マジで怒んないでください。もうできない。いや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 、ほんと撮影できない。いやいや、ほんとすいません、ほんとすいません、頭真っ白になっちゃうんですよ、はい、おでんツンツン男炎上したの、バズったの。お店の宣伝をするためにお店に来てくれる子供たちのために笑わかしてあげたいと思っておでんツンツンをしてしまいました。簡単に気軽にあなたに分かったよ、じゃあ一緒にやろうぜっては今は言えないですわ。わかります、申し訳ないけど。別にこれがダメだったから頑張らねえもう俺っていうタイプではなくて、これが例えばダメでも俺はこの先もずっとそういう仕事をしていくわけじゃないですか。なんでそれはもう岩井さんがこいつインスタグラムとかたまたま見ておすすめに載ってて見ていただいた時に、あこいつちょっと頑張っとるな、やっぱ素直でいいやつじゃないって思ってくれた時にでもぜひ力になってくれたらな。いや今も素直でいいやつだと思ってるよ俺は。もう嬉しい。いやそれは全然思ってるんだけど嬉しい。頭の問題言ってんだよ俺。時間も来ましたので最後あなたの思いの丈をもう一言お願いしたいと思います。子供たちが夢に向かって挑戦できる環境を作りたい。ぜひ応援していただける社長さんがいればお願いします。おまちゃん、おまちゃしよいしょ、来たぞ、おいお願いします。何この空気は。今日何してたの？今日は牛丼食って。なんて怖い、何で来たの？電車。今何一番したい？今、何のやや、やこれ、僕が知ってる人が出てきましたね。岩井社長どうですか？どうですか？はい、絡んでマイク落ちた。勝利モード。勝利。ちょっと話変わるんですけど、見学者との関係を教えてほしいです。紹介してもらった人って感じですかね。今回のプランをやるにあたって何らかの密接な関わりがあるわけじゃないですね。ちょっと出てもらっていますけど、別に個人的に恨みはないんで誰とは言わないですけど、トラブルメーカーなんで被害に遭ったという人がたくさんいるんでなんかトマピがいつになくガチなんですけど、目が、こんにちは。ドキドキする。ユンジンさん、なんだこいつ、やばい、やばいな。
こんなの初めてだわ。日本の方ですか？そう、思いっきり日本人思いっきり日本人なんです。なぜになんか外国人みたいな喋り方なんですか？わからない、生まれた時からこの喋り方なんだけど、はあ、そうなの。11年というオーストラリアが私を変えたのかもしれないけど、でも本当赤ちゃんというかこうやって喋ってると思う。ほー、面白い。100人の中で一番個性が強いとは僕スタッフから聞いてはいるんですけども。チャミさん、チャミさんちょっと聞いていい、うん、左手にさなんか書いてあるじゃん。見られたら怒られると思った。何これ？そう、これは最終のなんかこう経歴をちょっとチラチラって見ようかなと思って。あ、カンペ？え、意外とそういうとこあんだ。あ、そう、でもなんかすごい、なんかすごい怒るじゃない、いつも。だからなんか本当になんか今日土佐犬と話すんだと思って来たの。土佐犬？俺土佐犬。土佐犬と会話する。私はすごく怖かったの実は。彼は土佐犬と思って申し訳ない。全然怖くないでしょ。めちゃくちゃ優しい、一番ジェントルで、土佐犬が彼だったんだけど、びっくりしたの本当に。大体世間の目ってそんなもんで、ね、ああいうのが一番ダメなんだ。え、本当に土佐犬ありがとう。じゃあこれから土佐犬さんでいいよ。土佐犬さんありがとう。確かに岩井さんって女性には優しいよね。よく言うよ。確かに女性には優しい。なんでやねん普通女性には優しいでしょ。そうだよ、ジェントルが世界を救う。ジェントルマン。でもこういう言葉遣いしてたら岩井さん結構怒ってる印象ある。最初腹立ったんだよ、はい、本当に。え、本当ごめんね。はーって言ってるから。この短い時間の中で大好き。嬉しい、本当に。こんな個性的な人なかなかいないっしょ。インスタグラムからの売り上げを伸ばしたい。 DM 自動化システムで集客や売り上げを最大化するアイステップ、詳しくは概要欄から。稼ぐための目的で夜をやってるわけではないって感じですか？趣味ですね。ただ酒ですよ、ただ酒。確かになんかさっき資料の中にちょっと躁うつ病を経験したみたいなことも書いてあるんですけど、それって触れていいんですか？あ、全然全然。それに関しては多分今ももしかしたらそうかもしれなくて、自分がこの SNS 頑張ろうって変わろうって思ったきっかけが躁うつ。舐めてんな。でもちょっと鬱だったって言うけど、俺は鬱で死んでるやつを何人も見てるからはっきり言わせてもらうけど、あんたはちゃんとした診察行ってねえと思う。急に明日クローゼット入ろうとする人がいて、急に心の中のコップの水が溢れて死んじまおうってする人がいて、そういう人を見たことありますか？テレビとかでは見たことあります。その程度でしょう。その現場に駆けつけたこともないよね。オーバードーズして病院に担いで連れてったこともないよね。全部が俺には薄く見えちゃってて、男ちょろいな、おっさんちょろいな、下心持ってるやつはすぐ私の色気に乗っかってくるでしょっていう風にしか俺には見えねえ。まあ、ちょっと俺はバンさんに反論するけど、病院行ったのかって言ったじゃないですか。俺行かないっていう考え方もあっていいと思うんですよね。今時、本当にあの心療内科とかに行って、自分の症状がこうだって言ったら、彼らはみんな反抗するように、あなたうつ病ですよって言うわけですよ。もし彼女がそうじゃなく病院に行く選択肢もあったのに、自分の力だけで治そうと思ってここまで来たんだったら、それはそれで称賛してやるべきじゃないかな。その躁うつ病っていう一番危ない方を病名として挙げてるから、人間の大体9割ほぼ10割がみんなうつ病なんですよ、ただその大なり小なりが違うだけであって、その軽い段階を躁うつと呼んではいるんですけど、でも実際そこが一番危ないグレーゾーンとかデッドゾーンで、その部分に触れてたから、それで私平気、今もう平気でその位置を保ちたいです、で爆飲みしてます、バチョロってやりたいですっていうところが薄っぺらいって話で、まあ、本当にあのこのことに関しては非常にあのナーバスな問題だし、そう、正直です、はい、あのね、あの一概に言えないのかも分かんないですけどね、はい、いろんな意味で自分を変えられるように努力します。ありがとうございました。本日も動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、ぜひよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。